こんにちは。ラジオシャイニーナンバーズのお時間です。このラジオは今注目のアイドルたちがみんなとキラキラした日々を過ごすためにリスナーの皆さんと一緒に手作り感覚でお送りするスペシャルラジオ番組です。はじめましての第1週目、パーソナリティは私島村うずきがお相手しますね。パーソナリティ頑張ります。よろしくお願いします。さあ始まったのはシャイニーナンバーズお便りのコーナー。こちらはリスナーの皆さんから事前にお便りをいただいて、それを紹介しながらトークをしていくっていうコーナーなんですね。早速お便りがたくさん届いています。皆さんたくさんのご応募ありがとうございます。全部紹介したいところなんですけど、今日はその一部を読ませてもらいますね。それでは早速1通目、ラジオネームコウキさんから。島村うずきさんに質問です。シンデレラガールになった感想を聞かせてくださいとのことなんですけど、まずはたくさんの人へ応援ありがとうございました。一番なんてもしかしたら人生で初めてかも。でも正直に言っていいですか。そのですね、実感がないんですたくさんの人に応援してもらったのは実感があるんですけど、順番って目に見えるものじゃないですから。だから今は応援してくれた人たちの言葉とか笑顔を大事にして、これからのお仕事で返していきたいなって思います。これからも応援よろしくお願いします。続けていきますね。ラジオネームケイトさんから。島村うずきさん総選挙1位おめでとうございます。ありがとうございます。今後の目標や演じてみたい公演を教えていただきたいですとのことで、今後の目標ですか。目標、これからもプロデューサーさんが持ってきてくれるお仕事一つ一つに全力で頑張るのが目標です。って内容だと硬いかな。りんちゃんみたい。じゃあ演じてみたい役柄は、悪役とかですかね。あーでもパパやママに似合わないって言われそうなので、普通の女の子役がいいです。さあどんどん行きますね。ラジオネームコウさんから。お母さんの料理で一番好きなものは何ですか。今回お母さんにお祝いはしてもらいましたかとのお便りです。同じような質問を七重門さん他からもいただきました。ママの作る料理だと、オムライスとかパスタ、ハンバーグとか普通の家庭料理が多いですね。お祝いで言うと、ママも喜んでくれましたし、パパが花束を買ってきてくれたりしましたよ。さあもっと続けて読みます。ラジオネームベルリさんから。ズバリ島村うずきさんにとっての笑顔の源とは。僕もあなたみたいな笑顔になりたいですというお便りですね。笑顔についてのお便りはフェイトさん他たくさんの方からもいただきました。笑顔の源ですね。やっぱり怒ってたり悲しかったりすると笑顔になれないですよね。だからまずは楽しいこと、嬉しいことを大事にすること。あとアイドルって
私の憧れでしたから、今夢を叶えてるんだなって思うと、辛くてもつい笑顔になっちゃいますよね。島村うずきの笑顔の源はどうやらそのあたりにありそうです、なんて参考になったかな。みんなも笑顔で毎日過ごしてくださいね。さあ、これが最後のお便りです。ラジオネームニューリーダーさんから。島村うずきちゃん、シンデレラガールおめでとうございます。うずきちゃんが笑顔で頑張ってきた成果だと思います。ありがとうございます。そんなうずきちゃんに質問です。運命というものを信じていますか、というお便りですね。運命ですか、難しいですね。確かにラッキーが積み重なったり、素敵な出来事が理由なく起こったりってあると思うんです。けど、世の中のすべて運命だけじゃないですよね。私がアイドルになれたのは偶然かもしれないですけど、頑張るのをやめちゃっていたら、きっと誰にも見てもらえなかったかもしれないし、それに、売れない間も背中を押してくれた人や、応援してくれた人もいました。その人たちは運命じゃなくて、もっと大切な気持ちを持ってくれてたと思うんです。だから、運命はあるって信じていますけど、それをただの偶然じゃなくて、運命だったってことにするためにも、精一杯頑張るのが大事だと思ってます。あれ？これ、説明になってますかね？なんだか一人で喋ってると、ミオちゃんもリンちゃんも突っ込んでくれないから、大丈夫か心配になりますね。ということで、以上、シャイニーナンバーズ、お便りのコーナーでした。たくさんのお便り、本当にありがとうございました。続いて始まったのは、シャイニーナンバーズにちなんで、名付けて、ナンバーズランキングというコーナーです。コーナーの内容をご説明しますね。これは、それぞれのお題に従って、パーソナリティがランキングで順位をつけていくコーナー、っていうことらしいんですけど、よくわからないので、まずは進めてみましょうか。さて、お題が入った箱が用意されているんですけど、なんだか見たことある。じゃあ、引いてみますね。じゃかじゃかじゃか。じゃん！お題は、私が大事にしている〇〇だそうです。これをランキング形式でご紹介すればいいんですね。なるほど。じゃあ、早速紹介していきましょう。私が大事にしている〇〇、第5位は、朝ごはんです。いきなりこんな感じの普通の内容で、なんだかすみません。でも、家族揃っての食事って、私にとっては大事なんです。パパもママもおばあちゃんも大好きですから。アイドルが忙しくなってから、晩ご飯は一緒に食べられないことが多いんですけど、だから朝ご飯はなるべく大事にしてます。そういう意味で選びました。続けていってみましょう。私が大事にしている〇〇、第4位はスマホです。またなんか面白くないもの選んじゃったかな。ミオちゃんにシマムもっと面白くって言われちゃう。でも本当に大事なんですよ。お友達と電話したり、待ち時間にゲームしたりもしますし、そういうね。でもアイドル活動でも役立ってるんです。もらった仮歌を聴きながら通学したり、ダンスの振り付け動画を何度も見たり、
大事ですよね。はい、大事です。欠かせません。ということで次に行きましょう。私が大事にしている〇〇、第3位は普通のことです。そろそろ面白いものを選ばないとって思ったわけじゃありませんよ。これには理由があるんです。普通ってつまり変なことじゃなくって当たり前のことです。例えば人に優しくするとか挨拶をするとか、そういうことも普通のことですし、勉強を頑張るとかレッスンをちゃんとやるとか家事を手伝うとか、そういう普通のことをちゃんと丁寧にやろうって思ってるんです。私は特別な才能があるわけじゃないし、歌やダンス何か一つがものすごく得意なわけじゃないから、全部を普通にできるようになりたいなって、そういう意味で普通のことを大事にしたいと思ってます。どうですか？ちゃんとした理由でしょ？へん。さて、続いて私が大事にしている〇〇、第2位は、努力です。というのもですね、私、頑張りますってよく言ってるらしいんです。口癖なのかな？自分ではあんまり気づいてなかったんですけど、みほちゃんやきょうこちゃん、トレーナーさんとか、周りの人によく言われて、あんずちゃんには、よくやるねーって呆れられるんですけど、でも、確かに頑張るの好きなんですよね。頑張ってるね、偉いねって言われたいわけじゃないんですけど、自分が何かに夢中になってるのが好きなのかな。だから、これからも頑張ること、努力することは大事にしていきたいなって思ってます。それが、島村うずきらしさだと思いますから。さあ、というわけで残りは一つ。私が大事にしている〇〇、第一位は？ズバリ、笑顔です。今日もお便りでいくつか褒めていただきましたけど、私、笑顔がいいねって言ってもらえることが多くって。でも、大事にしているのは自分の笑顔だけじゃありません。アイドルだから、やっぱりファンのみんなの笑顔が大事ですし、一緒にステージに立ってくれる仲間の笑顔も大事です。お仕事を一緒にするスタッフさんや、事務所の皆さん、私のプロデューサーさん、友達に家族、みんなの笑顔が大事なんです。それに、今の私の目標は、世界中の人を笑顔にするアイドルですからね。だから、これからも笑顔を大事に、アイドルしていきたいです。というわけで、ここまでランキングで、私が大事にしている〇〇を紹介してきたんですが、どうでしたか？5位から順に、朝ごはん、4位にスマホ、3位に普通、2位に努力、そして1位に笑顔でした。私らしいランキングになっていたかな。自分としては普通だと思うんですけど、みんなにまた突っ込まれちゃうかもしれませんね。以上、ナンバーズランキングでした。時間が過ぎるのは早いですね。もうお別れのお時間になっちゃいました。なんかもっといっぱい喋れると思ったんですけど、あっという間でしたね。もっともっと話したいことはあったんですけど、でも今後もアイドル活動を続けていく中で、ファンの皆さんともっともっと交流できたらなって思います。だから質問に答えるのとか、プライベートのお話をするのも、ちょっとだけ次の機会にとっておきますね。さあ、というわけでお時間です。ここまではシャイニーナンバーズ第1週パーソナリティの
島村うずきがお送りしました。うまくできたかな。ちなみに次のパーソナリティは高垣楓さんです。楓さん、しっとりと聞かせてくれそうで楽しみですね。では最後に、終わりの言葉はいつか願った言葉です。皆さんがこれからもずっとずっとキラキラの魔法に包まれますように。バイバーイ。